捕獲問わず <laughs> はいえー、捕獲問わず始まりましたよはいえー、っとですね今日はですねなんと議会のために直江さんと誠さんが遅れております来るのかな来れたら来るということですが今日ですね、えー、12月議会の最終日ということで中曽根誠さんそして桑名直江さんがお休み かもしれない来るかもしれないという感じの今夜は捕獲とわずでございますということで今日ですね、えーえー、山内とそしてアシスタントには私ミミリがおりまするふざ <laughs> けんなよおりまするはい、えー、お疲れ様ですで <laughs> あお疲れ様です <laughs> 今夜も二人でお届けしたいなと思います。二人と思います。さんと誠さんが、もし間に合えば。間に合えば、ぜひね、今年最後なので出演していただきたいんですけど、ちょっと厳しそうな雰囲はい、気がありますね。え捕獲問わずですが、これはどういった番組かというとですね、この保守系議員、中曽根誠さん、先生ですね。そして、直江先生、桑江直江先生。 この方はでございます、はいえー、この2人がですね北角の垣根を越えて、はい、沖縄市がもっと、えー、よくなればということで始めた番組でございます。うん、そうでございますよ、はい、そして今日がですねなんと2015年最後の放送になります。なのでですね今日はこの1年、うん、1> 振り返りたいなとやっぱり1年間といえばね、うん、いろいろとあるわけですよ。 いろんな出来事が。はい。例えば、みみりさん、何がありましたか?。あら、急に来ますか? <laughs>。え? <laughs>。<laughs> 来ないのかよ。えと。あ<ー>急に言われても、思い出せないので、はいえー。復習していきたいと思います。<laughs> はい、わかりました。超、はい、目が怖いし。<laughs> <laughs> えっとですね。まあ、そういった感じで。ちょっと。苦しい。一年を振り返りながら、ね。 実はですねまこちさんとなやさんにもこのメールで聞いております一、はいうん、年何か重大ニュースありますかとそれも紹介しつつ,、はい、しつ,つそしてえー、まあ日本全国のね、うんえー、この重大ニュースもちょっと振り返りつつ僕とみみりの沖縄市に関するねやっぱり重大ニュースも振り返りながらいきたいなと思います皆さんぜひぜひひ メール、うん、あるいは、このツイキャス、ネット放送でも、参加してください,、はい。よろしくお願いします。メールアドレスは、七六一アットマーク、F. M. 講座ドット J. P. 七六一アットマーク。F. M. 講座ドット J. P. で、お待ちしております。はい、それでは、えー、ここでですね、ちょっと C. M. の後、いろいろと。早速本題に入っていきたいと思います。それでは C. M. をお聞きください。 一年のニュース山内さんがラップトップから見るってうんそう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 ちゃおかさんこんばんは今年最後が2人で閉まるのか <laughs> 僕らに言うなよ <laughs> 閉まらないかなあらがまさいがわさんこんばんはクリアンさんもこんばんは休むよりはよくないかっていうことですよそうですね <laughs> <laughs> こらこらこらうんわじったわじトーンメールきてますメールきてる早速うんん真面目にしなさいよマくトさん <laughs> 聞いてんの引く余裕あるのなあ<や>議会じゃないのじゃあ今日議会の打ち上げだよあ、打ち上げなんだ、うん、じゃあツイキャス見てかな多分さっ<草> <laughs> あー分かった食べれたうまいねこれ何味ですか 糖分がないと、頭が働く。それ、いろんな味があったじゃないですか。チョコだったら、食べれるのになあと思って。チョコ。でも、一個もチョコなかった。ごめん、<laughs> 俺が子供に持っていった。だからなか、な <laughs> この番組はですね沖縄市中央パークアベニュー入り口、はい、FM 小座のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りします本来でしたら、えー、中曽根誠さんそして桑江直哉さんがメインの MC なんですが、はい、僕らはあくまで、えー、サブ、はい、サブレギュラーということなんていうの補欠 <laughs> <laughs> なんですが、今日はですね、<laughs> えー、議会、<laughs> 今日で終わり、はい、まあ、年内ね、今日で終わりということで、うん、えー、どうしても忙しいということで、中曽根真さん、小柳直さん、えー、共にお休みじゃないかなと、うん。まあ、間に合えば来てくださいと言ってるので、はい、もしかしたら最後の方には来てくれるかもしれないですが、はい。えー、そんな真さんからメールが入っております。これはみみりんですね。真面目にしなさいよい。私にですか はい、始まりもなんかこちゃ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 言ってたじゃないですか <laughs> CM 明けも言ってないです <laughs> おしゃべシしれっとうつきますね、はいえー、クリアンさん、はい、コメント来てやります、うん、1>, 1年間振り返ったら波乱万丈の乱だったな一番最悪だったのは唯一無二の親友があの世であの世へ旅立ってしまったことですかねわ<お>そこから中学の時 お世話になった担任の先生が旅立ち、うん、いろいろ別れの年付きでした、はい、ということでそうですね、うん、本当にあのー、まあまあいろいろの人それぞれ重大ニュースありますがはい、はい、えー 好好。 さて時刻は6時20分を回ったとこでございます。西川さんがコメントしてくれてます。疲れてそうなミミリということで。はい、はい。えー、このあとまた説明の説教えると書いて何て読みますか説明の説と教えると書いて。説教 <laughs> と読みますはいきっとそう、はい、いう風うになるでしょうねミミリさんこの後説教ですかねはい。<laughs> またか <laughs> はい、えー、じゃあメールからいきましょうはい、はい、メール紹介したいと思いますちゃんおかさんからいただいておりますありがとうございます今年最後の放送でテーマは一年のまとめですが時事ネタを考えていたのでこの際 なのでメールしました。ありがとうございます。マイナンバーで埋もれがちなネタですが、うん、来年の4月以降、電力小りの自由化が予定されています。<う>私の地域でも電力会社以外に5社ほど参入してきます。うん、これによって消費者側が少しでも安く、または何らかの恩恵があるのではと期待しています。わかるわ。わかります、それ。うん、沖縄も 電気料金は他の電力会社より若干高いと思いますが。そうそう、高めなんだよね。今回の電力、小売自由化で、沖縄市としては何か考えはあるのでしょうかう沖縄全体の話なのかもしれませんが、うん、やはりどうしても人口密度の高い三大都市圏に新規参入者が集中してしまう傾向は否めませんが、うん、消費者からすれば選択の余地があってもいいのではと思います。はい、今後沖縄エリアで沖縄電力以外に 新規参入会社予定は6社あるようですはい6社紹介しましょういやいいですよいいですかはいえっとそしてうん再来年にはガスの小売自由化が迫っていますそうそうそうこれもあるんでねはいねに。うんに私東京に住んでた時は両方経験して LP ガスと都市ガス都市ガスの方がだいぶ安かったんですよ なので,でも沖縄は全体的にもね、うん、LP じゃないですか、うん、この自由化、ちょっとガス高いよ高い、ね、電気よりなんとかしてほしいぐらい、うんうん、あのさ、冬寒いじゃないですか、はい、一度上げたら、ベらぼーに高いんですよ、1万超えましたよ、<laughs> なるほど、ええーうん。びっくりしない確かに僕はお風呂好きなんですよ、うん、ちょっと、はい、なんていうんですかね。 毎日お風呂をめまあまあそこまではいかないけどさすがに何、はいはい、ていうんかなそのよくシャワー浴びるっていうかあ朝も浴びて、うん、夜も浴びて,てみたいなきれい好きじゃんへえ<ー>だから、はい、よくこうシャワーを浴びるわけですよ <laughs> はいはいなので、うん、割とねガス代がすごいなということになってですねはい ちょっとととかしてしてほいとうん、うん、でも本当に自由化になれば小売がね、はいえー、それは直接僕らに関係してくるのでうん、うん、あとは不動産屋が、ね、安いところを選んでいただければと、うん、いう感じかね。あとですねこの、はい、電力 うん、自由化ですが、はい、あの沖縄市としてはちょっと僕らもわからないんで名古、うんえー、さんとか誠さんに聞いてみたいと思うんですけどこれだから来年にちょっと回しましょうね人口密度の高い三大都市圏に新規参入者が集中してしまう傾向があるということですが、うん、実はあのー、この書いてあるように社名ね新規参入会社、はいあのー、6社。 ちゃんこさんが調べて書いてくれてるんですが、はい、えとそれに合わせて何、うん、て言うんですかね太陽光発電の方もいろいろと動き出すと、うん、またね、うん、で沖縄はその太陽光発電するよって言った時に、はい、すごいブームになったじゃないですかだからこれもね割とまたいろいろ関係してきて、うん、新規参入が出るんじゃないかなと思いますよ、うん、そしたらやっぱり電力も安くなるしはい、はい あのねただね僕とってもアイディアがあって電力に関して<う>この何ポイント制とかにすればいいのにと思ってわ、うん、かるんですか、はい、よく使う人に安くしていくみたいな、うん、だから例えば FM 小座ってよく使うじゃないですかやっぱり放送局だし、はい、24時間やってるでしょ、うん、これをポイント1000円で一個とか、うん、電力会社がってことですかそうそうそう うーん今はほら。今月貯まったからもう無料ねみたいな。電気代も水道代も出す、ガス代も、うん、こう、クレジット払いにしてくださいっていう会社が増えてるんですけど、それは、うん、そのクレジットカード使った分だけ、うん、T ポイントだったり、そのエディだったりっていう、マイルが貯まったりっていうポイントにつながるんですよ。<laughs> なので、電力会社がやらなくても、 クレジットカードで払えばいいじゃんっていう部分があるんですけど、どうですか？えー、ちゃんおかさんありがとうございます。<laughs> <laughs> なるほど、さすが現代コミミリですね。すみません。うん、でもみけ猫好きな犬さん、法人カードだとポイントないでしょう、うん、っていうお話ね。うん。まあまあまあ、これ無理って言われたんだよ。 電力の人に言ったわけ、ポイントにして。うんうん。面白いじゃん。はい。無理って。そう、だから、クレジットカード払いにしたらいいんじゃないですかね。なるほど。はい。さすが。はい。はい。本当にありがとうございます。た。ありがとうございました。はい。はい。本当に話題提供していただいてね。本当です。はい。それでは。 ここで全国の重大ニュースについていろいろと考察していきたいと思います。はい、僕とみみりではありますがまず、これですねちょっとネットから拾ったんですけど、はい、重大ニュースまとめということで主な出来事が載っているそこからまた僕がです、ね、ピックアップしていきたいと思います。はい、まずは1月 フランス風刺週刊誌シャルリー・エブド襲撃事件が発生12人が亡くなったということこれ覚えてます、うん、この風刺してイスラムのこの偉い人、うんはい、それで襲撃されてるんですよへえ<ー>これで言論の自由かどうかなんとかっていう表現の自由とかっていうのをいろいろとまた議論された、はい はい、はい、ただね本当にちょっとひどい風刺ではあるので、うん、ただねやっぱ暴力に訴えちゃダメですねはいそして、えー、イスラム国による日本人拘束事件が発生、うん、湯川春菜さん後藤健二さんが殺害された日、はい、殺害されました、うん、これ今年だったんですよはいすごい覚えてますね<え>、うん、これはねイスラム国は本当に ちょっと大変ですよね、はい、最近もまたいろいろとありますが、うんえー、続いて続いてえー、っとですね少々お待ちください2月ですね、えー、神奈川県川崎市多摩川河川敷で中学1年生の前来胎を発見暴行を加え殺害した、うんえー、年上の少年ら3人を逮捕、はい、これ川崎の、うんあのー、上村くんの はいはい、いじめのやつですねこれもひどかったですねはいこれが2月ということでうんはいそしてえー、っと3月はい任天堂と DNA が資本提携したよということですね、うん、これそうなんだね僕知らんかった知ってたはいマジであのー、携帯ゲームもついに あそうなんだ、はい、今だから変わってきてるよねこのスマホのあれはすごいよね何だろうと思うねえー、同じ3月チュニジア首都チュニスのバルドー博物館で観光客を標的した、えー、銃撃事件が発生<お>日本人も3人犠牲になったということですねあのねこねて見てみたら、はい、本当にテロが多い <laughs>、はあ、びっくりしますね 確かにうん、だから1月からもテロが発生してるでしょ。はい、で3月もそう4月もそう、うん、ということでね割と月1ペースですか、ね、本当にあとね目立つのが、はいえー、これは4月かなチリ首都サンティアゴ、うん、南方1400キロに位置するカルプコ火山が40年ぶりに噴火。あ<ー>そう噴火とか自然のあれですね猛威、うんはい、も。 えー、ネパール中部でマグニチュード7.8の地震が発生、うん、エ,ベエベレストでは大規模な雪崩が発生し18人が死亡ということで、うん,ん ?18 人が死亡死者8000人<ん>って書いてあるけどどういうこと負傷,者負傷者は1万4000人を超えるとそういう自然災害も多い あのさこういうまとめたニュースで見るのが大体この手の話題ですよ最近はすごいテロと自然災害多いとで今年もあるでしょうんていうの冬も暖かいといううんエルニーニョ現象が起こっておりますねねそういうことがありましたねはい 山内さんは中でも気になるのはありますかえっとですねはいやっぱりねはいちょっと関係ないですけどいいですか全然いいですええこれは6月はい国際サッカー連盟フィファうんゼップブラッター会長が辞任を表明はい汚職事件ですよ汚職事件驚愕の汚職事件えーこれ汚職事件って聞こえたこれさはい 着るとこ違いましたよね、今。お食,事件 <laughs> お食事件じゃないんですか。お食事件 <laughs> 千円分 <laughs> はいわかりますかはい,はい、えー。三毛猫好きな犬さんから、うん、明るいニュースはないですかと。うん、ないですね、やっぱり。ありますよね。<laughs> は 違う一個もないあのさこれはでもちょっと明るいかもしれない、はい、えと公職選挙法が成立 <laughs> えっとね夏の来年夏の参院選から18歳と19歳の未成年者240万人が新たな有権者になると選挙権年齢の見直しは1945年終戦直後ですね以来70年ぶりということで、はい、これはどうですか割とこの 明るいとまでは言わないけど選挙権が引き上げられると、うん、いうことですがはいえっとですねやっぱりこのどうしても高齢化社会になっている、えー、現在はいこの僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね18歳と19歳の未成年者が選挙権うん この件も1回やったじゃないですか捕獲でうん、うん、なのであのもっと政治系の授業というか、うん、あの特別交渉を招いて、うん、その市議さんだったり身近な議員さんからの、うん、講義があってもいいなと思いましたね高校生に向けて本当ね、うん、そしたらこう割ともうちょっと興味を持てるかなと。 あの僕が、ね、政治に興味を持ち始めたのが大体いい20代後半ぐらいなんですよ。その時は何があったかっていうと、うん、えっとねあ荒釜犀川さん集中力が切れてる耳ミにミ「はい」しか言わなくなっている <laughs> ということですねはい皆さん汚職事件のことで盛り上がってますはい、はい えーとですね、続いて上半期の、えー、重大ニュース行きたいと思いますが明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産に登録、うん、軍艦島や、えー、八幡製鉄所など8県23施設が対象になりましたこれはまあ明るいニュースじゃないですかねえっ、ー、と軍艦島行ってみたいです どの辺にあるんですか九州ですね九州の八幡製鉄所あ有名だからねちょっと上の方ですね北九州そうそう下九州のあたりですねえこれ長崎だよってきました長崎が適当ジャパンなので基本 はい、すいませんただねあの、はい、本当に久々に世界遺産とかっていうのがあって結構いいんじゃないですかねあの日本は割と多いんですよねうんまあもちろんあの古代系が残っている、はい、ギリシャとか、うんえー、ローマとか、はい、その辺りにはね,の多,いね多いけどフランスとかねうん、うん、でも全然ね えー、日本もっとあってもいいんじゃないかなと思うんですけど戦争でいろいろとあれされたからねぶち壊されてぶち壊されたからね、はい、なかなか残ってないですけど何て言うんですかねえ建物とか人間が作ったものじゃなくて、うん、自然なものが日本は多いかなっていう感じがしますほうほうだからあの何だっけ屋久杉がある屋久、うん、島,薬島だったり富士山だったりあとどこでしたっけ あの山,山 <laughs>、うん、失礼しましまた山いいえ何でもないです、えー、続いて新国立競技場の建設計画について白紙撤回が決定2020年春の完成を目指し計画を見直しこれももう最近ですね本当に7月だってあのー、なんだっけあの人ねパクった人デザイナー の話だろはいはいはいうん名前何でしたっけわかんない忘れた俺今あの人しか出てこなかった佐野さんだっけんだっけ佐野さんでしたっけ違うあのそれは別の話よえはいんだっけな五郎丸じゃなくて五郎丸 <laughs> <laughs> まあラグビーも温かいほら盲目のこのピアニストっつってから 荒垣だっけ新垣さんっていう方からあれ受けた佐野じゃなかったっけなんだっけわかるでしょわかりますわかりますあの人の名前が出てきよったんでですかねだからなんか同列っぽいんじゃないこのデザイナーとああうん佐合地じゃねえ違う違うそんな感じ沢地だっけ <laughs> <laughs> あれって今年ですかこの さささんんそうすがだね去年じゃないですか去年だけどなんかねこの並列でこうんか並んじゃうんだよねうん、うん、あとこの泣き虫議員とかねそういったのがこう並んじゃううんはいただデザインに関してねこの「盗んだ盗まない」っていうのは難しいですよねはいだからさうん結局なんだろうな これほららうちででもよくあるでしょあるあのラジオ CM を作る時に参考にするじゃないですか、うん、するするこんなもんね世の中ありふれてるんですよ、うん、これはでもね参考にしてるんですよわ、はい、かりますかでもこの人だって参考にしてますっていうことでしょうですかねエンブレム、はい、あこれ全然違うじゃんエンブレムの話で俺今 はい、<laughs> そこ新国立競技場の話してるのになんでエンブレムの話が出てくるんだろうって <laughs> いいエンブレムの話ですよ<笑><笑>はいあの何、ー、ていうのこれさ対応のあれかなと思った僕は全然そんなベルギーのなんとかなんて知りませんよっつって、うん、そうね、うん、最初に言い切っったもんだからそうだから 過去のあれまで調べられていやいやこれところはお前似てるけどもう散々出てきたでしょ、うん、出てきましたねただね今の時代もデザインも曲も、うんはい、映画のこのなんていうの雰囲気もそうそして、ね、でもこの売れる曲っていうメロディーは、うん、ほぼ同じらしいですよ。わかるね、うん、こうサビがあって メロディーがあってあれがあってみたいなこの盛り上がりはここでみたいなやつを決まってるらしいですね、うん、そうなんか日本人が好きなこのコードのやり方もあるらしいうん、うん、だからアーティスト系で言うと、うん、そのパクったパクってないは難しいなと、うん、難しいよねはい あ出てきましたこれ9月ですねごめんなさい2020年東京五輪の公式エンブレムに盗作疑惑ということでまあまあ難しいですよねだからこそこれだからやんわりと、はい、いや確かにあのとっても良かったんで、うん、パクリじゃないですよと影響は受けてますと、はい、彼は素晴らしいんで、うん、で言えば多分ここまであでもどうだろうね大きくなったかな それでも大きくななったんじゃないでですかでもさこれゼロから出せってなかなか今難しいと思うよ。うんもうできってる感もありますしね。うん、なかなかね、うん、大変でございます。大変でございます。だそのインターネットとかで、うん、あの簡単に世界のデザインが見れるようになった今、うん、その無理じゃないかなっていう。 ね、<laughs> なかなかね誰かしらこうなんていうんですかこれ似てないみたいなのが絶対にヒットするような気がしてそうそうそうっていうかね一回見ていいなと思ったら影響受けちゃうよこれはクリエイターの側の意見ですかね今の僕ははいだろうね私たちもでもあの人僕は好きではないです <laughs> ああ<ー>個人的になんか 潔くないっていうかそうですねでボロボロ出てきたっていうとこがねあの T シャツのとかかの柄とかのしかもさあれで大金も受けてるからダメなんだよ多分なるほどねうちみたいにパクってもこの全然儲けてなければパクった言ってしまったねうちのお偉いさんが今はい続いて えー安全えー、これ9月ですね、はい、安全保障関連法案が成立、うん、国会議事堂を囲むデモが開催される中、はい、自民、公明、両党などの賛成多数で可決ということですね、はい、これ、誠さんが、えー、安保関連法案成立出してましたが、うんはい、これはやっぱりでかかったんじゃないかなと、まあ、今後ね、どうなるかっていうことですね、ちょっとこれも大事なんで見守っていきたいですね。はいうん そして、えー、ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン不正ソフトウェアで排ガス規制逃れ、うん、これさ、えー、車知ってる人はあのフォルクスワーゲンがってなるらしいよものすごいこのなんていうのかな安全基準そういう不正をしないとかうん、うん、そういった えことで有名だったらしいので、はいはい、僕知らなかったですけどそこまでなのかなと思って調べたらそういうことらしいですねやっぱりまあ確か危ないからね、うん、人命に関わることですからねはい、はいえー、そして10月,10月マイナンバー法が施行 日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り当て、はい、社会保障と税を一元管理ということですね。うん来ました来てたと思います。あら。<laughs> そんな感じですかはい。あの、今朝の朝の、うん、あのあ新聞の、ね、ネタでも700件以上が変装してると。うん 沖縄県内でもね、うん、嫌だよって言ってる人がいるということなので、うん、どうなりますかね<う> <laughs> 拒否、うん、拒否はでもできない状況ですよね <laughs> だからさこの、まあ、拒否の気持ちも分かるんですよ個人情報を出したくないよってことでしょあ<ー>であの国を信用してないわけでしょそうですね個人情報をお前ら 管理ずさんだろうといろいろ流出してるじゃないですかはいだから出さないよって言ってるんでしょ、うん、ただ一応もう法律で決まったらはいこれやっぱりね守ってこそ筋を通すことかなとは思うので例えばおっ太郎ちゃん自分もマイナンバー派反対派,反対派うーん 反反対対すするる人は何でいろいろ管理されるからじゃないですかでも今重機ネットっつってあれで全部管理されてんだよでもほらそれに、うん、銀行の預金とか、うん、保険どんなの入ってるとかそういうものはまだそういうものまでだけそういういものまでゆくゆくく 全部反映されるという話を聞いたのではいこ税金対策もできなくなっていくんじゃないでしょうか <laughs> <laughs> そっかいろいろ金持ちになればじゃあちょっと心配なねはい、うん、それもあるかなとはい思いますよ、はい、ただ拒否はね、はい、一回一回やって従ってみたらいいんじゃないだめなのかなこんな軟弱な考え方かな え続いて中国一人っ子政策を完全廃止、うん、1979年から続いた独自のえ三次制限は36年で終止符はいこれ守ってんのうん中国守ってましたようんあのー、まあ二人目は生まれてしまった場合はしょうがないんですけど逆にこの生まれてしまったがためにこうお国にお金を払わないといけないんですよ 税金はい税金というかう<ー>っちゃだめよって言った罰金みたいなもんですね要は,は<ー>なので私の教え子の中には、うんえー、戸籍がない弟がいますとあ<ー>届けてはいませんなるほど言っていた生徒がいて、うん、今でもそうなのって私がびっくりしたぐらいだったので、うん、はいうんまあ 完全に把握したらもう中国人口もっと増えるんじゃないかなとね<え> <laughs> そういう気がしますよあの国ははいすごいなはいあとまだ見つかってない民族もいるであろうと山奥にねだからよねそうそうそう全然この山間部は、うん、なかなか目が届いてないんでしょうはい西の方はねなんかさすごい本当に 生物とかいてほしいいいねね <laughs> そうですけど、ね、ね<え>はは三毛猫好きの猫さん「はい、中国の一人っ子政策は漢民族のみだったみたいですね」うん「うちのシェアメイトは中国人だけど、うん、満州地域の朝鮮族なんで一人っ子関係ないって言ってたよ」って「朝鮮族だからですかね?」うん うん、まあ本当に民族によって皆さん違うのででもこれ、ななんんでさ廃止したんかなえやっぱりへ、なんていうんですかねこう、高齢者を見る人たちがいなくなっていくっていうのもあるし。<ー>はい えー、そして最後ですね紹介したいのが、はい、フランスパリ中心部で連続テロ事件が発生これ11月ですね、はい、劇場や競技場で,うで、ね、そう銃撃や爆発、うん、120人が死亡、はいえー、200人以上が負傷ということで、うん、えと本当にこのまあここのね、はい、コメントにもありますが、うん、テロに始まりテロに終わる1年だったということですね。う でこのコメントにもあります学校の宿題で調べたのですが、はい、テロテロテロと、うん、テロが多すぎる1年でしたねはいあと飛行機事故も調べられなかったけどた、ねうん、テロの影響だったんじゃないかとかあったじゃないですかこのさんやっぱりテロっていうのは、はい、前もこっちでちょっと話したと思うんですけどもうん、うん ただ、このフランスの事件によってね、はい、実はその空爆を受けていると、シリアが、シリア難民も増えたと、うんで、空爆を受けて、誤爆されて、うん、たくさんの一般の子どもたちとかも亡くなってるのに、はい、それが全く報道されていないと、うんうん、この我々いわゆる、その何、なんていうの、このイスラム圏以外の国でね。 だからそれも改めて知るというのには役立ちましたがただ、やっぱりやり方がねそれをこううななんていうのかなもっともっとアピールしていけば普通にわざわざこういうこの暴力によってねしかもこの本当に関係ない人たちを巻き添えにして訴えるっていうのは本当に憎しみしか生まないですから。 もう子どもたちが今見てますけども <laughs>、はい、もうそういうのない世界にした,、ね、したいですね。はいということで、えーうん、以上、はい、今日は世界の重大ニュース、はい、世界のない、日本か日本の重大ニュースを、うんえー、紹介しましたが。はい 最後にですね、我々の10代ニュース、行ってみたいと思います。じゃあ、まず、ミミリさんから。はい。まず、私が一番印象に残ったニュースは、何部どこの小学校かな中野町小学校。おお美人さんが多いですね。この後の PTA の番組で。はい。はい。ええ戻しますよ、話を。私が今年気になったニュースは、えキングス。 琉球ゴールデンキングスがですね沖縄省ホームタウンに掲げたことですかねはいはい、はい、これ大きいですよねはい、はいえー、県内唯一のプロバスケットボールチームがそう、はい、しかも優勝候補ですから、うん、そうですね毎年はいそうですでこれからうんえ二、ー、つのリーグに分かれてたのが統一されてはい来年からはねさらに熱いこの戦いになっていきますので、はい、そうなんですはい 非常に楽しみではありますね、はいえー、これによってアリーナも建設するぞと、うんる予定はいでございます。もね、また箱のってやらなければいいんだけど。<ん>いろいろあるじゃないですか。ああいろいろありますね。はい、だからさうまくこう運営してほしいですね。そうですね、はいまあ。沖縄市に本当にアリーナができたらまた面白いことがいろいろできそうな気がします。僕がですね 沖縄市、はい、人口14万人に突破はい突破のニュース、うん、これ結構ねでっかいと思うわけうえと少子高齢化が進む中、はい、まあ住んではいるんですけど沖縄市でもね、うん、ただその人口が増えていくというのは、うんえー、やっぱりこう若い子たちがどんどん増えているという ことでもあるので、はい、あとは移住者とね、はい、そういうことに考えて言えば割と大きいのかなと、うん、結局人口が多ければ市場もでかくなりますからねあの沖縄市にとって本当に割と明るいニュースだったんじゃないかなと思いますね、はい、だからいろいろありましたね、うん、あの沖縄市でもうん、うん、直江さんが言うようにその。 蒔絵と倉庫軍の受け入れとか社会問題になりそうな自衛隊の名簿提供とか、はい、ただこういう裏ではね裏ではっていうかその反対では割といいこともあったのでだから全然結構割明るい1年だったのかなと兆し,しが見えたそうそうそうにとって、はい、確かにいろんな事件も起きたしいろいろあったけども、はいうん、ライカムができたと。 で戦々恐々としていた沖縄市民のひ方々、うん、ところがそのライカム効果で店も増えているし、はいえー、このまま行くとですね、うん、割と来年再来年と期待が持てるんじゃないかなそうですねうん、うん、うん、本当にね、えー、新しいお店が増えたイコールこの古い建物がどんどんなくなって新しくなっていくとこれ街が活性化する 一歩じゃなないいかなと思いますねどうしてもこの解体するのにもお金がかかりますからいいと思いますよ。はいということで、えー、大慌てで振り返った今年の10代ニュース「捕獲問わず」でございましたが、はい、えと結局お二人間に合わなかったですねやっぱり。 <で>来年の捕獲ズは1月,1月4日からとなっておりますよ。はいはい、皆さん、ぜひぜひ楽しみにしてください。皆さん、良い1年を、はい、お迎えください。そうですね、年末年始、ゆっくり休んだり、うん、あるいは楽しんだりして、えー、また新年、迎えましょう。はい、ということで。 お相手は、ミミリーと、山内でした。それでは捕獲問わず以上です。皆さんさよならよいお年を